3月19日、令和5年度の4月から開園するお日様保育園の竣工式が執り行われました。令和4年度をもって南伊勢町五ヶ所浦の五ヶ所園と伊勢寺の小原園の2園が閉園する運びとなり、両園が統合した南西地区統合保育所お日様保育園が開園します。この日は新しく歩みを刻むお日様保育園の竣工式が行われ、上村久人町長をはじめ来賓の方々が多数出席し、お日様保育園の門出を祝いました。またお日様保育園の竣工にあたり、ご協力いただいた方々に上村町長より感謝状が贈呈されました。誠意努力され、その工事の完成に寄与されましたので、ここに竣工式を挙行するにあたり、深く感謝の意を表します。令和5年3月19日、南伊勢町長、上村久人。ありがとうございます。ありがとうございます。竣工式が滞りなく執り行われた後、子ども向けの菓子巻きや、餅巻きが行われたほか、地域の方々に新しい保育園を見ていただこうと内覧会も実施されました。お日様保育園にはこれから通園することとなる子どもたちやその保護者、地域住民の方々が集まり、木材を使った建築の外装・内装を見学しました。内覧会では保護者の方々や子どもたちが施設の様子を熱心に見学する姿が見られ、お日様保育園への期待を膨らませている様子でした。明るくて、トイレもピンクと黄色で可愛くて、木のぬくもりを感じて、机と椅子も良かったです。早く保育園へ